はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト10オフライン続けやっていきたいと思います。前回ね、バトマスになりました。まあ55まで上がったり、裏でいろいろね、まあ手に入れたりしたんだけどね、まあここから3まで上げていいけど、黒縁メガネ丸とか竜衣装から取ったりとか、そんな感じですね。はい、ということでガタラのクエストですね。まあ、オーブとなんかもらえるかもね、もしかしたら。うん、城のガラクタたちの醸し出すこの空気、久しぶりですが良いもんですね。ポスコン、ちゃんとお留守番できてますか？そうだ、元ポスコン2号、ちょっとこいつを見てください。こいつはあの遺跡で拾ってきた魔人兵と、魔人兵とかいうガラクタの一部なんですがね、ここにこうやって座ると、いたたた、見てください。尖った部分が尻っぺたの先に当たって、いたたたとなるわけですよ。ここにある大概のものは椅子ぐらいにはなりますが、こいつは椅子にすらならねえ。これは正真正銘のガラクタでございますよ。こんな素晴らしいものに巡り合えるなんて、私は天下一の幸せ者です。ん？いい限界、エネルギー限界。ダストン様、こいつガラクタのくせに喋ってますよ。エネルギー限界、冬眠室内部危険、冬眠室内部危険。緊急回避、装置起動、冬眠機能解除します。さすがのわしでも死体は勘弁でございますよ。老子、竜老子。わあ、動いた。はい。ほほう、ウルベアの魔の手より世を救ってくれたのはそちたちじゃな。苦しゅうない、褒めて使わすぞ。いきなり出てきて偉そうに、あんた一体何者でございますか？これはいいなこと。ドワーフでありながら世を知らぬとは。まあよい、世は寛大じゃからな。ならば、我が名を聞いて、己おののくのだ。世は、かのガテリア公国の正当なる継承者、第一の王子、ビャン・ダオであるぞ。あまり反応がないな。まあよい、世は寛大じゃからな。お、そうじゃ、こうしたおれん、とらわれのリュウ老子を救わねば。そち、奇妙な身なりをしているものの、なかなか腕が立つと見たぞよ。世の頼みを一つ聞いてくれぬか。実はな、ウルベア地下帝国には、世の家庭教師を務めるリュウという男が、世と同じように捕らわれられておるのじゃ。そこで、世をウルベア地下帝国まで導き、リュウ老子を救出する手助けをしてくれぬか。もちろん褒美は取らせるぞよ。ほい。うん、苦しゅうない。そち名は何と申す？そうか、ボッコと申すか。それではボッコよ。反重力飛行装置を持ってまいれ。ウルベアまでひとっ飛びで行こうぞ。ご本、どうした？反重力飛行装置を知らぬわけではあるまい？ほれ、空を自由自在に飛び回るあれじゃ。まさか、ここには反重力装置がないと申すか？はい。言われてみれば確かにここにいる者の身なりは相当貧相。ここは貧民街の一角であったか。すまぬ、世の配慮が足りなかったわ。ならば致し方なし。地下帝国までは徒歩で行くとしようぞ。それでは僕よ、ウルベア地下帝国まで案内を頼む。世はそっちの後をついていくでな。ウルベアに着いたら地下を目指すのじゃ。地下3階あたりの奥まで行った辺にリュウ王子は捕らえられているはずじゃ。はい、ということで。これもね、後のバージョンにつながってきたりするんですよね。やらないと、あとは、後で先進まなくなったりとかね、そんなんありますからね。はい、ウルベア魔神兵がいたところなんだけど、まぁ、ちょっと違う場所だね。そこの洞窟ですけどね、遺跡ですけどね。はは、町やぼっこ、一体どれほど世を歩かせるのじゃ？世は歩くのに慣れてはおらぬぞよ。ところでぼっこよ、そちは来る場所を間違えておらぬか？住めども住めども、瓦礫の山、世のしておるウルベア地下帝国はこのような廃墟ではないぞえ。深く広く掘られた空洞には、虹色に輝く宝石で装飾された家屋が並び、頭上には反重力飛行装置が飛び交う。のぼっこよ、ここがその大陸随一の大国と謳われたウルベア地下帝国だとそちは申すのか？はい。これはいなこと、世は信じられぬ。あの映画を誇った地下帝国は何故かのような姿をしている？はい。遺跡であることを伝えた。なんじゃと、ここはウルベア地下帝国の遺跡じゃと。遺跡ということはすなわち、ウルベアはすでに滅んでこのありさまに。なんということじゃ。世はかの帝国は滅びるまで魔人兵の中で眠っていたというのか。ならばガテリアはどうじゃ。僕はそちらガテリア公国育成しておるか。はい。なんとしておると申すか。ならば世に話しみ、ガテリア今どうなっているのじゃ。何も答えられぬのではないか。口から出まかせを申すでない。父へも母へももうそんな
知らないけど、まあ、滅んでるよね。すまぬ、一国の王子であるようが、情けない姿を晒してしもうた。許してあもれ、ぼっこよ。これ、そっち、だが、そっちの話を聞いて、あらゆることに合点がいったわ。下々の者がガテリアに行こうひれ伏さぬのも、反重力飛行装置を目にしないのも、行き交う者の衣装が奇妙なのも、すべて時の流れの中で我らの文明が失われてしまったため、つまりはグリアンラッシュ、キャッツの思い通りになったということか。何でしょうね、グリアンラッシュってね。僕をそっちに聞かせたい話がある。ヨガ、この時代に来る前の話じゃ。かつてこの大陸には2つの大国があった。ヨガ、国王となるはずだったガテリア公国、そしてこのウルベア地下帝国だ。2つの国は他の種族を圧倒する技術力を有し、そこに住まう者たちは何不自由なく平和の時を過ごしていた。あの乱世の使者、カーン神グレアンラッシュがウルベア地下帝国に現れるまではね、彼振りが乗ってるといいよね。これ自分で調べたからね、カーン神ってね。グレアンラッシュは高潔な神官の身なりで現れ、ウルベア皇帝に取り入ると、2つの大国を争わせるよう仕向けたのだ。その戦いの中、多くの技術差が散り、互いの技術と技術がぶつかり合って、我らの文明は徐々に失われていった。そう、我らの文明の喪失は全てグレアンラッシュの関係によるもの。キャッツが両国を破滅へと導いたのだ。そして行き過ぎた戦いの果てに、世は命の危険にさらされた。それを救ってくれたのがリュウロウ氏なのじゃ。父へも母へももう生きてはいまい。じゃが、リュウロウ氏だけは世もどこかで生きてるはずじゃ。ロウ氏は世がこの時代に来る前に世の後を追って魔人兵に乗ると約束してくれたからな。じゃが、ここにロウ氏はいない様子。世はひとまずあのガラクタ屋敷に戻り、今後のことを考えるとするぞよ。おっこい、これは褒美じゃ。この時代の価値あるかわからぬが、ありがたく受け取るがよいぞ。はい。じゃあ次行きましょう。動き出した時間、いにしえの王子。おっこい、措置は信頼に値するものだと分かった。世が困った時はまた手を貸してたもれ。リーロ氏、そなたはどこに行ったのだ。世を時の激流に押し合ったまま。ね、すげえ知らないの知ってるっつったのにね、信頼に値するんだ、すげえな。まあ、この後日談クエストは普通にラスボス強化性のいたりすっからね。ちょっとあんた、急にうちに転がり込んできて、家事の一つも手伝わないなんて話じゃないですか。あんたみたいなやつはこの家から、絶対に出ていかねえでください。このうちは使えねえ野郎は大歓迎です。どんどん怠けてください。あ、ダッソン様、ダメですよ。モテない、冴えない、使えないは僕の専売特許なんですからね。おう、ぼっこよ。まともに話せる措置を待っておったぞ。ここの者たちへの話は訳がわからぬでな。時にウルベア遺跡で話したグレアンラッシュの話、そっちは覚えてるか？はい。実はその話、続きがあってな、ウルベア皇帝に取り入って計略を巡らしたグレアンラッシュじゃが、その正体は知略に長けた魔物なのじゃ。グレアンラッシュは神官の姿に化け、怪しげな術でウルベア皇帝の心をつかむと、そのまま宰相として登用されてな。ウルベアを意のままに操ると、軍事に偏った技術革新を推し進め、ガテリア公国との戦争を始めたのじゃ。そのせいで世の祖国は許すまじ、関心グリアンラッシュ。いくら時が過ぎたとはいえ、あれほどまで知略の優れた魔物が死んでいるとは思えぬ。今も謀りごとを巡らしているはずじゃ。僕へ頼む。世と共にグリアンラッシュの根城に向かい、キャッツを討伐を果たしてくれぬか。キャッツの根城はおそらく当時のまま南のグルグー地下道にあるはずじゃ。我が祖国の敵、この手で撃ったもれ。おい。でも苦しゅうないぞ。措置がおれば百人力じゃ。そしておそらくあのリュウロウ氏も世と同じ考えになり、グリアンラッシュの討伐に向かったはずじゃ。世の家庭教師、リュウロウ氏はグレアンラッシュが魔物であることを早々に見抜いておってな、いずれ何とかせねばと申していたのだ。リュウロウ氏が遺跡地下にいなかったのは、祖国の敵討ちにグレアンラッシュのもとへ向かっているからに相違あるまい。うまくいけばリュウロウ氏に会えるはずじゃ。それではグレアンラッシュの根城に急ごうぞ。世はそっちの後をついていくでな。はい。ね。ぜはぜは、これ僕を少しは要気遣い、歩を緩めぬか。まともに移動もとってたら大変なことになるね。母、この辺りで一休みするぞえ。こんなに歩いたのは初めてじゃ。まったく措置はスパルタじゃのう。リュウロウ氏であれば、よういたわり、休みをこまめに入れてくれたはずじゃ。まことリュウロウ氏は完璧な家庭教師だったぞよ。いや、そういえば老子にも一つだけ気に入らぬところがあったわ。リュウロウ氏はウルベア出身の技術者でな、その技能は天下一品と言われておった。そう、あの魔人兵もリュウロウ氏が作ったものじゃ。だが、グレアンラッシュが現れたことから、リュウロウ氏はウルベアを離れ、世の家庭教師として我が国をに招かれたのじゃ。天下一の技術者を近くに置き、世は心を躍らせたものぞよ。誰よりも優れた技術を身につけられるとな。
だが、リュウロウ氏は生きていくのに必要な最低限の技術しか世に教えてくれなかったのじゃ。これ以上技術を身に委ねると、自分たちの首を絞めることになるなどとおかしなことを言うてな。要はそれがもどかしくてたまらなかった。国王となる世が先んじて技術を収めれば、かのウルベアにも勝るというに。さてと、そろそろ行かねばな。話をしている間に足腰の疲れも取れたぞよ。待たせてすまなかったのボッコ。それでは歩を進めるとするぞえ。グレアンラッシュの根城までもあと少し。きっとリュウロウ氏にも会えるはずじゃ。ね。ちなみにオンライン版やってますんで、まあ気になる方はね、ちょっとネタバレになっちゃうからここでは言わないけどね。気になる方はね、まあ進めてみていただければわかるんで。着いたようじゃな。ここが当時グレアンラッシュの根城と言われていた場所じゃ。気をつけよボッコ。グレアンラッシュはどこかに身を潜め、不意に襲ってくるかもしれぬぞい。関心グレアンラッシュよ、姿を現せ。世はガテリア公国が大長子ビアンダをなるぞ。愛する祖国を滅亡へと追いやった悪鬼め、その罪万死に値する。さあ出てこい。世が一党のもとに切り捨ててくれるわ。よし、リュウロウ氏、世の声が聞こえぬか。ビャンが来たぞよ。いたら返事するのじゃ。ご本、僕を苦しゅうない。もう楽にしてもよいぞよ。ここには誰もおらぬようじゃ。グランラシメ、チョコザイナ。世が眠ってる間に根城を変えようとは、さすがの世でも思い至らなかったわ。僕をすまぬ。これまでの苦労が水の泡になってしまうとは、すべて世の過失じゃ。許してたもれ。これはその詫びも兼ねた礼じゃ。なんとかこれで機嫌を直してたもれ。お。はい。まあ、3つぐらいまでは簡単でしょうね。リュウロウ氏がこの場にいないのも、グランラ氏の新たな根城を追って、ここを後にしたためであろう。のうボッコよ、リュウロウ氏のことを少し話させてくれぬか。そちには知っておいてもらいたいのじゃ。あれは世がこの時代に来る直前、リュウロウ氏がいつものように世のところから通ってきたある日のこと。グランラ氏の悪魔のささやきに耳を貸したウルベア皇帝がついに軍を動かし、我がガテリアに侵攻してきておったのじゃ。長きにわたる交戦の末、世とリュウロウ氏はウルベアに捕らえられ、牢獄に入れられた。そして世は交渉の材料となったのじゃ。ガテリアが降伏しなければ世は処刑、降伏か交戦か、その運命の審判が下された夜。ビャン様。リュウロウ氏、どこへ行っておった。世を一人にするではない。心細かったではないか。それよりもなぜ牢の外に出ておる。世が眠ってる間に何があったのじゃ。我らは解放されたのか。聡明なる王子、ビャンダオ様、どうか心を静め私の話をお聞きください。遺憾ながらあなた様のお知性は、ウルベア帝国の侵攻に対し徹底抗戦の意を表明されました。それと同時にガテリア兵がなだれ込み、私はその混乱に乗じて牢を開け、あなた様をここまでお運びしたのです。そんな知恵は世を見捨て。ビャン様、お気を確かに。我々に残された時間はあとわずか。いずれここも敵へに見つかりましょう。さあ、ビャン様、御身を守るため、どうかこれにお乗りください。これは私がウルベアにいた時極秘で研究していた魔人兵にございます。王子を安全な場所までお連れいたします。嫌じゃ、世一人では嫌じゃ。リュウロウ氏、そなたも乗るのじゃ。この魔人兵はもう一つございます。私も後から魔人兵に乗ります。いえ、どうかご安心を。さあ早く敵兵に見つかる前に。こうして世はリュウロウ氏の手によって、あの特別な魔人兵に乗せられ、この時代にやってきたのじゃ。魔人兵は本来棺の役目を果たすもの。死後復活を遂げる前に肉体が朽ち果てぬよう保存し守るためのものなのじゃ。リュウロウ氏はそれを改良し、人を生かしたまま保存できる技術を研究していたのじゃろう。そのおかげで世は救われたのじゃ。シエは世の命よりも国を選んだ。リュウロウ氏が逃がしてくれなかったら世は処刑されていた。結局世のことを心配してくれたのはリュウロウ氏だけであった。老子は世にとって特別な存在なのじゃ。のうぼっこよ、世はリュウロウ氏に会いたいぞよ。そのためにまた力を貸してほしいのじゃ。リュウロウ氏はきっとどこかにいるはずじゃ。後からマシン兵に乗ると別れ際に世と約束交わしたでな。ひとまず世はガラクタ屋敷に戻り、今後のことを考えることにするぞい。また様子を見に来てたもので。ほい。
リーロス、そなた一体どこにいるのじゃ？なんか作ってないパターンかもね。どんなんだったっけ、この話。うむ、そうやってぼんやりしながら一日中何もしないあなたは史上最強の役立たずでございますな。よし、決定。あんたポツコン3号。ポツコン3号？よくわからぬが、お主今よう役立たずと申したな。無礼者、世が世なら打ち首者ぞよ。このような時代に来ることがなければ、世は今頃大層な技術をリュウ老師に教え込まれていたはずじゃ。そうじゃ、リュウ老師は言っておった。世が成人した暁にはとっておきの技術を教えてくれるとは。あの時の約束さえ果たされていたら。ボッコ。よかった、ボッコ、ここにいたのね。あなたがガラクタ城にいるって町の人に聞いて急いで駆けつけたのよ。カルソダラ火山で大変なことが起きてるの。火山を調査している学者さんの話によると、魔物の大群が火山に押し寄せて儀式めいたことをしているらしいのよ。その話まことかい？何この子。お父さんまた子供を拾ってきたの？今の話は本当よ。私も遠巻きにだけど鳥っぽい魔物が河口付近に集まっているのをこの目で見たわ。ボコよ、聞いたかい？グリアンらしじゃが、ついにキャッツが動き出したのじゃ。グリアン、何それ？詳しく説明している時間はない。カルソダラ火山こそ、奴の新たな根城じゃ。そこで謀り事を巡らせているのは明白だぞ。あなたの言っていることはよくわからないけど、不吉な予感がするのは確かよ。だからすぐにでも河口付近に行って怪しい儀式を止めたいんだけど、空でも飛べない限りあそこには行けないの。ね、ボコお願い。カルソダラ火山の河口付近に行く方法を私と一緒に探してくれない？はい。ありがとう、ボッコ。外から河口付近に行くのは無理みたいだから、火山の中から行けないか確かめてみましょう。溶岩の流れる洞窟を進むことになるけど、他に方法が思いつかないわ。それじゃ私は先に行ってるわね。待たれよ。溶岩の流れる洞窟に行くなど、みすみす死にに行くようなものじゃ。そなたのようなか弱き乙女がなぜ危険を冒すのじゃ。私たちの世界が危険にさらされてるのよ。私たちの手で何とかするのが当然じゃない。そうか。じゃがな、どれだけそなたが頑張ってもカルソダラ火山の火口にはたどり着けぬ。カルソダラ火山の火口、そこはかつてガテリア公国の民が儀式に使っていた神聖な場所じゃった。そのため他国の者が火口に立ち入らぬよう、徒歩で行ける道は全て封じたのじゃ。なんですって、そんなことをしたらその儀式にだってみんな行けないじゃない。ふふふ、心配には及ばぬ。なぜならば、ガテリアの民は道を封じる前に火口への転送装置を作っておいたからな。火口への転送装置、そんなものが？転送装置は技術的には高度なものだが、作り自体は単純なものである。あれならばこの時代でも動かすことができよう。よし、それではボッコよ。転送装置を動かす、起動器具、三動詞の斧を持ってまえ。まあ、ここの話もね、後であるからね。5本ボッコよ。もったいぶらずに持ってくるのじゃ。あるじゃろ？いいえ。なんじゃと、三頭身の斧すらこの時代にはないと申すか？何ということじゃ。たった一つの道が断たれてしもった。もうおしまいじゃ。ちょっと。何諦めてるの？ないなら作ればいいじゃない。さ、三頭身の斧を作るじゃと？単純な作りのものゆえ作れるかもしれぬが、自分で作るなど聞いたことがないぞ。できるかもしれないことは諦めずにやってみるのよ。道を切り開くにはそれしかないの。さあ、その斧のこと詳しく教えて。今頼れるのはそれを知ってるあなたしかいないんだから。それではそなたにも三頭身の斧を作るための手伝ってもらうとするぞよ。僕、そちには魔導の歯車と古代の先人というものを手に入れてまいれ。いずれも斧を作るのに欠かせぬ材料じゃ。よいか、魔導の歯車はグリーンシーザー。古代の先人は源氏兜を倒せば落とすことがあるでな。ひとまずその2つさえあれば三頭身の斧が原型ができるはずだ。どうぞやってくれるか？はい。2つの材料を手に入れたらガラクタ城に戻ってくるんじゃぞ。はい、そなたは母校が帰ってくるまでここで世の手伝いをしてたもれ。斧を作るには何かと準備が必要なのでな。世に三頭身の斧が作れるかは分からぬ。だがそなたのように自分の力を信じてやってみるぞよ。お願いね、私たちも信じてるよ。不思議な子ね。火山のことや昔のことを知ってたりして、でもそのおかげで助かったわ。じゃあ僕、三頭身の斧みんなで作りましょう。グリーンシザーと源氏兜はどちらも森なら誰しに出現するわよ。ね、前やったもんね。じゃあそれだけちょっと取ってきちゃいますね。はい、魔導の歯車ね。まあ両方取ったんだけど、ね、これはね、おお、ボッコよ、よくぞ戻った。頼んだ品手に入れてきたかい？ほい。でもこれじゃ大義であったの、ボッコよ。さあ褒美を受け取るがよ。お、いいね。まあ、グリーンシーザーとか弱いですからね。では、転送装置の起動器具、三頭身の斧を作ってみるとしよう。ダストン殿、ここにあるものを使ってもよいかの？ここにあるのはどれも役に立たねえガラクタばかりでございます。使うったってそうはいかねえですよ。
ふふ、何を申すか、ここにあるものからは、失われた文明の息吹を感じるぞよ。三刀士の斧の部品にうってつけじゃ。初めて出会った時は、薄汚れたただの貧民かと思ったが、ダストン殿は誠お目が高い。やめてください。褒められるようなことをした覚えはねえです。使えるもんなら使ってみやがれですよ。よし、それでは、リュウロウ氏直伝の技術で、この者たちに命を吹き込み、三刀士の斧へと生まれ変わらせてみせよ。というわけで、ボッコよ。斧の完成まで少し時間がかかるか、じゃろう。しばらくしたらまた戻ってきてたもれ。頑張ってね、ビャンク。あなたならきっとできるよ。そらそうと。さっきから気になっていたんだけど、あなた一体何者？どうしてそんなに昔のことに詳しいの？よか、よは。信じていた父に見捨てられ、復讐にしか行き場所を求められぬ哀れな男じゃよ。なんかかっこいいこと言ってるけど、はい。はい、しばらく経ちました。これが配信待ちだったよね、確かね。おう、ボッコ、待っておったぞ。転送装置を動かす三刀士の斧がついに完成したのじゃ。これでカルサドラ火山に行けるぞよ。用もやればできるのじゃ。ふん、そんな大層なもんをこしらえることができるなんて、あんたのこと見損なったでございますよ。一日中ぼーっとしてた時のあんたが一番キラキラ輝いていたですよ。とっとと目を覚ますでございます。ボッコ、準備はいい？ヴァン君が作った三刀士の斧を使ってカルソドラ火山の火口付近に向かうわよ。そしてそこで怪しい儀式をしている魔物たちを撃退するの。ふむ、その魔物たちを率いるのは我が祖国の敵グレアンらしにそういない。今こそ復讐を果たす時ぞ。火口付近へと通じる古代の転送装置はモガリム街道を南に抜けた先のラニアッカ断層帯の中央あたりにある。まずはラニアッカ断層帯へ行き、カルサドラ火山に乗り込むとしようぞ。そして世の復讐に終わりを告げるのじゃ。はい、報酬はてな。でもよくぞ申した。それではラニアッカ断層帯に足を運ぶとするぞよ。斧の彫像がある円形の台座が転送装置じゃ。起動器具の三刀士の斧は世が持っていくゆえ、台座の上で待っていてたもれ。ラニアッカにある古代転送装置か。よし、それじゃあ私は先に行くね。向こうで落ち合いましょう。それではボコ、我らも出立するとしようぞ。世はそっちの後についていくでな。出立か。出立っつんだ。ね。はい。着いたね。斧の祭壇、ここだよな。これが古代の転送装置じゃ。まあ世にとっては現役の代物じゃがな。ごめんごめん、お待たせ。皆揃ったようじゃな。それでは世が作った三刀士の斧で転送装置を起動させるとするぞえ。あ、ビャン君ちょっと待って。その斧ができたのはボッコが材料を集めてくれたおかげだってちゃんと感謝しなきゃダメよ。自分一人の力だけじゃその斧もできなかったんだからね。うむ、そうじゃな。分かってくれればいいのよ。さあ行きましょう。よし、それでは転送装置を動かすぞえ。斧が導くは母なる大地を見守る三刀士の懐、カルサドラ火山なり。せいや。カルサドラって言いづらいね。来たぞえ、来たぞえ。よいか、河口付近に着いたら、グレアンラシが儀式をしている場所を探そうじゃ。頼んだぞ、ボッコ。ね、初だね。すごい、これが古代の技術？はい、ビャンドウとカルサドラ火山火口付近に行ったと。違う敵がいればいいんだけど、まあ、ね。キラートーチとかいる場所だね。あのヒートギズモとか、ベビーサラマンダとか、ベビルとかさ、いるんだけど、お？絶対宝ある、これ。レッドアイ。まあ、一本道だね。まあ、見えるんだけど、どうやって行くんだろう的なものだったもんね、ここね。ここは、ぐるっと回っても宝がない。ああ、ないか、ないね。ないね、ないね。あるかな？ないかな？あるかな？ないかな？まあ、まあ、後で回ってもいいけど。はい、特にありませんかね。あるとしたらここだ。あったあった。お、スキルアップパネルどう？はい、つきましたと。まだついてねえのか。よし。はい。全部もう戦った敵だからね、あれはね。確かにすごい数の魔物ね。一体何をしているの？
さあ祈れ、祈り続けよ。この世のすべてを終わらせるあのお方が現れるまで祈り続けるのだ。そこを動くな。もう何者だ貴様ら。これ以上好きにはさせる。今こそ貴様を亡き者にしてくれるわ。キシャシャシャ、邪魔立てしようとても手遅れじゃ。間もなくあのお方が飛来する。あのお方だと、さてはそいつがグレアンラッシュじゃな。おお、おいでなすったぞ。はい、はい、ついに姿を現したか。乱世の使者、関心グレアンラッシュ。乱世の使者だ。それ様はそんなダセえ名前じゃねえ。俺様はこいつら束ねる魔鳥の頭目様だ。くおう、頭目、頭目。ねえ、ねえ、ビャン君、あなた、そのグルナンとかってやつの顔見たことないの？聞け、野郎ども。お前らに呼ばれた俺様は、ここへ来る前に生かしたスローガンを考えてきやがった。俺たちのスローガン、それは、この恐怖、カルサドラ発、だ。このカルサドラから、ドアチャッカ大陸を恐怖のどん底に突き落としてやろうぜ。うおう、頭目、頭目。ジャミラスだよ。よし、その手始めに俺たちの野望を邪魔せようとするこいつらを恐怖のどん底に突き落としてしまうぜ。行くぞ、野郎ども。魔鳥軍団の旗揚げじゃ。おっこちり、来るぞよ。我が敵グルアンラシを共に撃ってたもれ。これって、オンライン版ジャミラスじゃなかったっけ？違ったっけ？だけど、あれと違うんかな。魔鳥の頭目だわ。名前変わったりしてないよな。あれ、なんでと思ってる。ボコさんバトマスだからね、だいぶ強い。もう114だって。おお、1000食らわしても。まだ4つ目だよね。もう1個クエストあるもんね。飛ばさないと。勝利を手に。お。だからひっくり返すのもあるけどさ。それずっとやってるよ。もう一人になったらね。ボコボコですよ。
おお、1800。素晴らしい。まだ白パワーだね。さすが。だんだん強くなっていってる、もしかして。これも。戦いかも。ダメージ減ってんね。自分で入れた方が早いわ。元気玉使っときゃよかったの。くわー、あ、ジャミラス様。俺ジャミラス、やっぱりジャミラス様。ジャミラス、それが貴様の名だというのか。どういうことじゃ。この者グルヤンらしではないのかい。先ほどから訳の分からぬこと、グルヤンラシというのは乱世の引き金となった伝説の魔物の名であろうが、そんな魔物今の時代にいるはずがなかろう。貴様、その伝説の魔物とジャミラス様を間違えてここまで来たというのか。そのようじゃな。やめねえか。これ以上俺様に恥をかかすんじゃねえ。やろうども、出直しじゃ。もっと力をつけてこの地に舞い踊ってやろうぜ。なんということじゃ。我が宿敵グルヤンラシはすでにこの世におらぬというのか。あれほど強大な力を持ったグルヤンラシさえ、時の流れの中ではかようには儚き存在だったとは。関心グルヤンラシの脅威も、あの地下帝国ウルベアの遺構も、世が愛したガテリア公国の映画祭も、時が全て終わらせてしまった、そういうことか。ねえ、ビャン君、確かにあの魔物はグルヤンラシってやつじゃなかったけど、この地が守られたのはあなたのおかげよ。本当にありがとう。礼など不要じゃ。世はそなたたちのために動いたのではない。僕はすまぬ。またそっちを振り回してしまったな。お詫びていたなんじゃが、この三頭身の斧を受け取ってたもれ、必要な時に使うと良いじゃろう。お、三頭身の斧。それって、どういうこと？必要な時に使う。これを使って攻略か？世の復讐は終わった。いや、初めから復讐などなかったのじゃ。リューロシ、そなたはまたグルヤンラシのように時の流れの中に消えてしまったんだな。そなたも世を置いて時の彼方へ。う、ローシ。リューロシ。すまぬ、ボッコチリ。世はすべての希望を失ってしもうとはもはや何も考えられぬ。ひとまずガラクタ城に戻るぞよ。二人とも世話になったな。ビャン君。ほい。ガラクタ城にまた行きましょう。ボッコありがとう。あなたたちのおかげで安心して暮らせるようになったわ。でも、私、ビャン君のことが心配なの。あの子、親に捨てられたって言ってたよね。だから、ひと事じゃない気がして。ね、ボッコ、ビャン君のことをしっかり面倒見てあげて。何か希望を見つけられるように。それじゃあ、私は行くね。またどっかで会いましょう。はい。ということで、魔鳥の頭目なのか、これは。カルサドラ火山に降り立った魔鳥軍団の勇ましき多さ。掲げたスローガンは、この恐怖カルサドラ発。ジャミラスって言ってるけどね、ご先祖様は世界の一部を牛耳るほどの実力者だった。かつての栄光を取り戻すため、魔鳥の頭目に今日も行く。あ、先祖なんだ、あれは。あのジャミラスはね。まあ、コインボスでいるけどね。だから、そうだよね。ジャミラスって種族なんかね。はい、三頭身の古代の戦争装置を動かすもの、装備はできないとね。まあ、こんなの手に入れたわけですけど、さ、最後だ。おう、僕を来てくれたが、実はな、そっちに頼みがある。これが世の最後の頼みとなるであろう。
世の最後の頼みとは、我が祖国ガテリア公国を探す手伝いをしてほしいのじゃ。皆まで申すな。ガテリアがすでに存在しないのは重々承知しかし。ウルベア同様、朽ち果てた姿の祖ガテリア公国の遺跡ならば見つけられるかもしれぬじゃろ。世は見てみたくなったのじゃ。かつて父親や母親、そしてリュウロウ氏と共に過ごした祖国の今の姿を。祖国の玉座の間には親しい者たちがいた。彼らの思い出に触れることができれば、世は再びやる気出せるぞよ。ウルベア地下遺跡のある場所は、から見て、ガテリア遺跡はこの大陸の西の果てにあるボロヌス溶岩流の東に眠っているはずじゃ。僕よ、ガテリア遺跡を見つけ、世を玉座のままで連れて行ってくたもれ。どうか最後の希望を叶えてくれるのか。はい。お、整備士の服セット。イエローブ、あ、あれだ、ダストンだ。そうか、やってくれるか。本当に本当に措置に出会えてよかったぞよ。それではボロヌス溶岩流域ガテリア遺跡を探すとしよう。世は措置の後についていくでな。待ち上がれですよ。話を聞いてるあんた、身寄りがいねえみたいですな。もし行く当てがねえなら、養子にでもしてやるでございますよ。ここを自分の家だと思えばいいです。わしは大事な用事があるんで、留守がちですからね。ポツコンと留守番仕上がるがいいです。ダストン殿、勘違いしないでください。わしはあんたのそのガラクタの知識を買っているだけでございますからね。ダストン殿、見かけによらず貴公は優しいのであるな。その申し出、恩に着るぞよ。じゃが、世は行かねばならぬ。祖国の今を見届けねば、世の時間は止まったままのような気がするのじゃ。僕よ、それでは参ろうか。目指すはボロヌス溶岩流の東に眠るガテリア公国の遺跡ぞよ。ほい。パチ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 。さて、ここは一回も来たことないね。もうダンジョンあったんだっけな。まあ、敵とかも。あ、ないか。おう、ついに見つけてくれたんじゃな、ポッコよ。かように変わり果てても悲しいほど世にはわかるぞえ。間違いない。この地こそ我が祖国ガテリアじゃ。祖国といえど、父親も母親も親しい者は皆すでにここにはおらぬ。分かってはいたが、やはりつらいぞえ。さあ、ポッコ、世を玉座のままで連れて行ってたもんね。きっとこの奥にあるはずじゃ。あ、ダンジョンか。ダンジョンか。戦ったことあるやつはいいんだけどさ。ああ、こんな感じね。とりあえず黒箱だけ拾っていくか。あ、スキルアップパネル、金。なんかまあいいの起こってそうだけどいいや。とりあえずね。ガルバゴルバ、戦ったね。なんかね、よし。はい、着きました。スキルアップパネル、金、いいね。まあ来てみるもんだね。まあ先行してこれますけどね。ここじゃ。この部屋こそ世の思い出が詰まったガテリア公国の玉座の間、ついにたどり着いたんじゃな。こうしているとアリシーのガテリアが目に浮かぶようじゃ。父上が威風堂々と玉座に座ると、その隣で母上が世に笑いかけた。そして決まった時間になると、リュウロウ氏が嬉しそうに世を迎えに来る。なんと、なんと懐かしく儚い光景なのじゃ。ポコよ、世はそっちに謝らねばならぬ。世がここに来た本当の理由は、なんじゃ。お、なんか出てきた。ひえどこから湧いて出おった。かようなお化けふんころがし、世のガテリアにはいなかったぞえ。ぼっこ頼む。神聖な玉座の間を汚す不届き者のふんころがしを振ってたもれ。これあれだね、スカラベーダーじゃなかったっけ、違ったっけ。これキャラバンハートにいたやつね、だけど形違うけどね。朝飯前、
熱い。流血チューチュー、まずいね。お、いいね、頑張れ。おー、いいね、ダメージ出るね。火に弱いね。なんだっけ、雷爆弾っけ。あ、違う、そうだ、こいつは聖剣。初だね、テンションブースト使った。アゲーの無線いった。だからあれ、水平が強いよね。うわぁ、熱い。1830。関係ねえ、関係ねえ。キングオブハートか。本当にした方がいい。攻撃したってことはもう一発かだね。おお、不届きなお化けふんごろがしを見事成敗してくれたようじゃな。でかしたぞ、ぼっこ。かような化け物が住み着くとは、本当にガテリアは時代から見捨てられてしまったんじゃな。ボッコよ、今こそ世がここへ来た本当の理由を話そう。世はここで自らの生を終えようと思う。止めないでたまれ。大事な者たちとの思い出に触れながらこの世を去ることができるなら本望じゃ。そちには本当に世話になった。心の底から感謝してるぞよ。ではさらばじゃ。む？あれは？魔人兵、なぜあの魔人兵がガテリアにおる？まさかリュウロウ氏か？この中にリュウロウ氏が入っておるのか？早く、早く中を見せてたもれ。会いたかったぞよ、リュウロウ氏。
ふふ、やはりな。まじへんなかもぬけのから、もうリュウロウ氏はこの世にはおらぬのじゃ。これはリュウロウ氏の手紙か。ロウ氏が世に手紙を。親愛なる我が主、ビャンダオ様、リュウにございます。ビャン王子をマジヘンに乗せた後、私はこのガテリアまで戻ってまいりました。王子と未来で会う約束を守るために。しかし私はマジヘンに乗れなかった。王子の後を追って未来へ行くという道を選ぶことはできなかったのです。私は文明に影を落とした技術者の一人。その大いなる罪を償うべく、この時代で生を終えると決めました。王子の生きる時代未来に、正しい文明の姿を取り戻すため、この身を通して戦うと決めたのです。あなたは我々の最後の希望。ドワーフたちが同じ過ちを繰り返したとき、あなたならばきっと正しい道へと民を導くことができるでしょう。リュウロウ氏。ビャン様、あなたが成人したらとっておきの技術を教えるという約束を覚えておいでですか？今こそその約束を果たすとき、さあ魔人兵の中に入っているものを受け取りください。これは植物の種？かつてドワーフたちは他の種族と同じく自らの手で種を植え、その収穫を喜びとしていました。しかし、我らは高度な技術に溺れ、自らの力で成し遂げる喜びを本当の文明というものを見失ってしまった。私がビャン様に託したかった技術とは、自らの力で生き抜く術だったのです。ビャン様、どうかご元気で、あなたとの約束を守れなかった私めをお許しください。よし、そなたは何も分かっておらぬ。世が欲しかったのはこんな手紙ではない。こんな手紙では。リュウロウ氏、世はただ一目だけでもそなたに会いたかったのじゃ。だがその思いは受け取ったぞ、リュウロウ氏よ。そなたの望んでおったんだな。技術に身を任せた歪んだ時代を終わらせ、世界がまさに今の姿になることを。僕よ、前言撤回じゃ、世はこの時代で生きていくと決めたぞよ。世は見てみたくなったのじゃ、リュウロウ氏が望んだこの世界を。この手紙を読んだだけでは、リュウロウ氏の教えを理解できなかったじゃろう。じゃが、今の世にはわかる。技術ばかりに頼らず、自分たちの力で生きていくことの大切さを、ソチやチリが教えてくれたからな。僕をソチには世話になった。感謝してもしきれぬが、これはせめてもの礼じゃ受け取ってたもんね。お。整備士の服セット。絶対出すとんだよね。世はこれからリュウロウ氏の教えに従い、旅に出ようと思う。この手で種を植え、その足で自分の居場所を見つけるのじゃ。夫婦、祖師たちのおかげで止まっていた世の時間が動き出したようじゃ。新しい出会いに胸が躍るぞいよ。それではまた会おう、僕よ。ガラクタ城の皆にもよろしく伝えてたもうれ。はい、終わりか。ダストン。いやー、だんだんジャミラスだね、やっぱね。ジャミラスの子孫なんだね。先祖はとんでもなかったとか言ってるけどね。まあ、あのコインボスはまた幻影みたいな感じなんだよ、確かね。違ったっけ？そうだよね、確か。はい、ということで、古代文明の生き証に、スカラベーダ。人の踏み入らない家などを住みかとする恐ろしいフンゴロガシの化け物。外敵がいないため、超えた。実際はフンを転がさず巨大な岩を後ろ足で運んで、器用に要塞のような巣を作る。ベーダーの称号は匠の証。だって、あとは、ダストン。見た目。あ。なるほどね。まあ、これになりましたね。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。